皆さん、こんにちは。松田のニュースリリースで、こちらの記事が発表されました。 MX30 イースカイアクティブ REV の量産開始です。はい、こちらですね。昨日6月22日にニュースリリースにて発表されました。松田 MX30 イースカイアクティブ REV の量産を開始とのことです。カーボンニュートラル実現に向けて生産工程における環境負荷低減の取り組みを推進とあります。まずは記事を簡単に読んでみます。マツダ株式会社は6月22日に宇品第一工場にて欧州向けのマツダ MX30 イースカイアクティブ REV の量産を開始しました。ロータリーエンジン搭載車を量産するのは2012年6月のマツダ RX8 の量産終了以来約11年ぶりで、累計生産台数は199万台を超えています。 MX30 イースカイアクティブ REV は日常の幅広いシーンにおいてバッテリー EV として使える 85km の EV 走行距離を備え、ロータリーエンジンの発電によってさらなる長距離ドライブにも対応。さらにその走行のすべてをモーターで駆動する独自のプラグインハイブリッドモデルです。こういった記事となっております。昨日から量産が始まったんですね。ロータリーエンジン搭載車の量産は約11年ぶり。過去累計生産台数は199万台ということで、こちらは補修用のロータリーエンジンも含まれているんですかね。どうなんでしょう。とはいえ、もうすぐ200万台というところで、すごい数ですね。はい。では、ここで先日公表された、欧州向けのイースカイアクティブ REV の、スペックを見てみましょう。まずは最高出力ですが、170で、発電用ロータリーとしては75。トルクは260。で、バッテリーの容量は 17.8kW。こちら CX60T などにも搭載されている PHEV のバッテリーと同じサイズですね。で、ガソリンタンクは50リッター。EV 走行距離は WLTP モードで 85km。航続距離は400マイルということで、まあ、1マイル 1.6 キロとすると約 640km の航続距離があります。こちらですね、ガソリン50リッターで、換算すると、85km の純 EV 走行を除いた記録で割ると、リッター約 11.1km となります。ここまでのスペックを見て皆さんいかがでしょうか。やっぱりこの燃費が 11km しかないというところが皆さんすごい引っかかるんじゃないでしょうか。まあ、通常のガソリン車であったり、まあ、ディーゼル車であったり、あとは日産の e パワーなどといったシステムの方が、まあ、単純な燃費としては、まあ、かなり高いので、なんか思ったより少ねえじゃんって、まあ、なってしまいそうなところではあるんですけれど、そこで、まあ、こういったイースカイアクティブ REV の特徴からですね、少しこのシステムの存在意義というかメリットっていうものを考えてみました。まず一つ目はですね、充電ができるということですね。日産の e パワーと例えば比べると、あちらは充電ができません。で、こちらはですね、充電だけ繰り返していれば EV 走行距離が85キロ、まあ、フル充電で85キロも走らないかもしれないので、実質50キロとしてもですね、普段の通勤であったり、街中での買い物レベルであれば、まあ、1日使って家に帰ってきて充電して、1日使って家に帰って充電してっていうので、ほとんどもう日常使いは EV 走行で足りてしまうと思うんですね。で、家に充電できる環境があれば、もうガソリンスタンドにほとんど行く必要がない生活ができるのではないかと思います。ここがこのシステムの一つメリットだと思います。長距離運転するときだけガソリンを入れてあげれば、まあ、航続距離が約600キロほどあるので、よっぽどのことがない限り走り続けられるのかなと思います。
こういった使い方ができるのが非常にいいと思います。で、2つ目はガソリンの給油回数が少なくて済むというところですね。で、こちらなんですけれども、比較対象としては例えば BMW が出していたレンジエクステンダーなどは確かガソリンタンクが 10リッターもなかったと思うので、あちらはガソリンでエンジンを回して充電するたびにガソリン減ったらもうガソリン残り少ないですよってなってしまうので、あ、ガソリン給油しなきゃ、給油しなきゃってなってしまうと思うんですけれど、こちらは50リッターありますので、多分1回充電したらなくなっちゃうみたいなことはないと思うので、ガソリンスタンドに行く回数、ガソリン容量を気にしなくていいっていうのが非常にメリットかなと思います。で、3つ目は、ロータリーは軽量でコンパクトというところで、マツダが重要視している、例えば走りの部分であったり、デザインといったところに非常にメリット、非常に効果的なシステムだと思います。単純なリッターあたりの走行距離だけを見てしまうと、どうしてもこのシステムの存在意義っていうものを見失ってしまうと思うんですけれども、見方を変えれば、いろいろなメリット、実際に使用する環境っていうのを想像していくと、あれ、もしかしたらこういう使い方もできるのかなって考えれば、このシステムも悪くはないんじゃないのかなと個人的には思います。まあでも確かに電気自動車と聞いて、リッター11キロですって言われてしまうと、正直なってしまいますけどね。やっぱりロータリーエンジンは一定回転数で回すと効率がいいと聞いてしまうと、燃費もうちょっと良くならないかなとは思うんですけれど、なかなか難しいんですかね。昨日量産開始しましたよというニュースがマツダから発表されましたので、ご紹介させていただきました。本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。もしこの動画がいいなと思った方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた。